真打ち登場だ。はあ、悪くねえ。行くぜ。お疲れさん。怪我はないな。行きます。引き受けました。橋が渡れそうにありませんね。水位が低すぎて仕掛けが動いてね。別のところを探しましょう。戦闘終了。先を急ぎましょう。よっしゃ。任せる。チャージャー。速攻で決める。シャアの展開のチャンスだ。任せたぜ小娘。やっ、突きやり。これで一安心ですね。アリエス、よくやったな。良さそうな宝箱です。任せろ。やっ、それ、やっ、
一斉に行きます。任せたぜ小娘。やー、ごめんなさい。なんです。フィーバータイムだ。百花盆。じゃねえか、アーロン。よいしょ。しかし、確かに水位は下がってるみてえだが、砂漠の町で普段不自由なく水が使えるっつうのもすげえ話だな。ハミルトン博士の治水工事、改めて凄さを実感しますね。
生き返るぜ。まだまだここからだ。
人がかばってんじゃねえぞ。出番みたいね。あの時のネオちゃん、キサ君、選ぶからとっととやれ。世話しないわね。まあいっか。それじゃあテイクザグレン。まとうまでもなかろう。そう、悪夢そのものゆえ。存じませんが、こちらは我が社の契約顧客様となります。危害を加えるつもりなら弊社規定に従い相応に対処させていただきますが。なるほど、そちらの所属ですか。対象物の回収は完了。これ以上の追撃は不要と判断します。それではまた。イシュタンティ、行きますよ。あれは天使型のクグツだと。あ、ゲネシスが。まあ仕方ねえだろ。はい、みんな無事だっただけでも。契約者様のサポートが私の主要業務であり誇りですので、おかげで査定時には分からなかった興味深い事象も確認できました。ええ、私も驚いております。申し遅れました。民間軍事会社
マルドゥック総合警備保障に所属する広域担当サービスコンシェルジュのリゼット・トワイニングと申します。バン様には社外契約テスターとして常日頃からお世話になっております。どうか今後ともお見知りおきを。ええ、本社はオレド自治州になります。設立して日の浅い会社ではありますが、共和国でも多くの方にご愛顧いただいておりまして、なおバン様には戦術開発部門の外部テスターとしてご契約いただいています。他にも最近では各国の治安維持組織や傭兵業の皆様とも懇意にさせていただいています。クルガ選手団との技術提携も一部ではありますが行っておりますね。さすがバン様の助手の方々、後進の育成も順調なようで何よりです。
皆様の事情については存じ上げませんが、我が社の分析でもその可能性は低くありません。ですが他の勢力である可能性もまた現時点では切り捨てるべきではないかと思います。 SC としてまだまだ未熟ですが、そういった部分でのお手伝いをさせていただければ加えて先ほどのメアとバン様の異常、自由意志のない AI が可視化して受け答えし、異様な密度のシャードに全身を覆われる現象、その想定外の暴走についても何らかの対処療法を提示できるかもしれません。いえ、それについては私自身がそうしたいと思っています。ったく、勝手な申し出、とても納得しがたいことは重々承知しておりますが、どうか3日間だけでも皆様とご一緒させていただけないでしょうか。リゼットさん、どうか頭を上げてください。こちらこそよろしくお願いします。正直とても心強いですさっきの足場とかもすごかったですし考えてみりゃどこぞの所長よりよっぽど頼りになるんじゃねえか。お前な。ま、否定はしねえが。ありがとうございます。アニエス様にフェリ様、アーロン様も。それではリゼット・トワイニング、本日より3日間アークライド解決事務所に出向の形で参加させていただきます。行きましょう。はい。
考えてみりゃてめえと二人きりかよ。面白くもなんともねえ。うだうだうるせえな。静かにしてろ。いいか、目をつむって心を落ち着けるんだ。やがて来るその瞬間を見極めて。向こうじゃさぞかしましくキャッキャウフフしてんだろうな。小娘だはどうでもいいが、メイドや姉の方はなかなかそそる体を。神聖な摂政を乱すんじゃねえ、てめえのその邪念。肌が赤くなるまで赤すりでこそぎ落としてやろうか。あったっつな、つかマジトンになんじゃねえよ。盛り上がってらっしゃいますね。もう聞こえてるの分かってるんでしょうか。でも確かにみんなサーラ姉にも負けないくらい綺麗だよね。リゼットさんは髪サラサラ、肌もスベスベでまるでお人形さんみたいだし、アニエさんも。っていうか本当にまだ16歳なの？え？あと1年ちょっとでそこまでなれる気がしないよ。何食べてたらそんなになるの？私も気になってました。ぜひ今後の参考にしたいです。別に普通ですから。フェリちゃんまでそんなにまじまじ見ないでください。もうシャヒーナもそのくらいにね。フェリ様もシャヒーナ様も十分以上におきれいかと思いますが、サーラ様は絹のように艶やかな肌。何か特別なケアをされていますね。いえいえ、シアバターくらいです。サルバットさんは質が良くて。
そうだろう。お楽しみはこれからだ。いいぜ。よし。はい。行きましょう。やっぱコートの夜市を思い出す。さて、thank you.
そうですね。あら、バンちゃんたちじゃない。いい夜ね。今日のお仕事は終わりかしら。皆さん、こんな格好で失礼します。別にあんたたちのためじゃないわよ。こっちだって一日中お偉いさんに挨拶回りでヘトヘトだったんだから。あなたたちもなんかまた女の子が増えてない？よろしくお願いします。わけがわからないんだけど、今日の報告聞かせてくれるのよね。水路に怪しげな危険人物、それに新しい脅迫状ですって。先輩いいじゃないニナ、なかなか盛り上がりそうな展開ね。
何やら面白い話をしているみたいだね。いやいや、気にする必要はない。砂漠に咲いた二輪の花、映画界の、いや、ゼムリアの至宝とすら言えるだろう。どうかその美を存分に振りまいて、我ら凡俗の渇きを潤してくれたまえ。殿下、お戯れはそのくらいに。分かっているさ、ナージェ。エルザイムの国王サルマンが一子、シェリド・アスバールだ。こちらは秘書のナージェ。ジュディス君たちから聞いている。プライベートな依頼を受けているそうだね。ついでに私の相談にも乗ってもらいたいんだが、構わないかな？
あやだ。若い矢は旗。あなたたち、エルザイムの皇太子様に絡むなんて度胸があるわね。せっかくのいい夜、おとなしく楽しんだ方がいいんじゃなくて、それとも私が遊んであげましょうか。いいえ、この程度は時宜でしょ。言うだけはあるだろう。さて、水も刺されたことだし、今宵はこれくらいにしておこうか。ささやかだが、私からも彼女たちと同額の報酬を用意させてもらうつもりだ。ご婦人方を優先して構わないので、何か分かったら情報を回してくれたまえ。良き出会いに感謝を。臨時スタッフ殿にも期待させてもらうよ。夜はこれからだろう。小娘どももとっとと寝つきそうだし、大人の時間としゃれ込まねえでどうすんだ。カジノの近くにあったナイトクラブか。元気だねお前。ま、勝手に行ってこいというところだが、どんな騒動を起こすかわからねえし、保護者として付き添ってやるよ。そう来なくっちゃな。言い訳としちゃせこすぎるが。うるせえ、大人には建前が必要なんだよ。お戻りはどのくらいでしょうか。うわっ、あって、いつの間に。御前様にはならんようにする。あいつらに心配かけねえよう頼むわ。お任せくださいませ。どうぞ楽しい夜を。上がってるね。さてと、スケジューラーを起動したわ。
なかなか生かすのを揃えてるじゃねえか。お前さんもそう思わねえか。カラマンのダンさんったら、ごめんね、ちょいと寄ってはるの。でもええね、たまにはこういうのも。ああ、サルバットは久々だが、なかなか楽しませてくれそうだ。せいぜいモノミユさんと行くか。おひねりもたーんと用意しとかんとな。今時の若い子にはどんなのが喜んでもらえるやろね。ありがとうございました。いや、素晴らしいダンスでした。続きましては皆さんお待ちかね。さあ、今宵の真打ちの登場です。この度映画祭を彩るフォクシーパレードに選ばれたサルバッド切手の夜の蝶、サーラ城でございます。そちら方面でデビューすれば、ここでの出演は最後かもしれません。お持ち帰りは難攻不落と噂の彼女、これを機会にトライしてみては。それではミュージックスタート。もともと私たちはカルバードではなく、大陸中東のある町で暮らしていました。まだ妹が幼い頃、両親が生活に困って良くない筋から借りたみたいで、両親の死後逃げるようにしてこちらに移り住んできたんです。恥ずかしい話です。最初の頃はそういう返済方法も迫られはしたんです。それと共和国では親の借金を放棄できる制度があることも聞いていました。ですが、どちらの方法も両親との絆を断ってしまうような気がして。尊敬していますけど、放棄を勧められそうでしたので。つまらない意地ですよね。今さら打ち明けるなんてとても。それに今になってようやく完済の希望が出てきたところなんです。今日お誘いをもらったフォクシーパレードの出演料さえ入れば。ああ、うん、た、か、
損なったわよ、スプリガン。こんな夜更けに女の子を連れ回して挙句の果てに泣かせるなんて、やっぱりろくなやつじゃなかったわね。誰が肌が心配な年増ですって。違うんです。もはや問答は無用。女神に蹴っ飛ばされて煉獄に落ちなさい。かかってきな。絶対に許さない。セクセク、フィーバータイムだ。ブーストが有効だぜ。ガンガン行くぞ。行くぜ。ここだおっさん。行くぜ。ブースト全開よ。お前はもらった。フィーバータイムだ。もらった。負けないわよ。セーフ。チャンスだ。もらった。なんのこれすき。これが落ち着いてられますか。ちょっと見直した私がバカだったわ。ニナの目を覚ますためにもここで。どいてなさい。今私が店長を。違うんです。バンさんたちは私を送ってくださってるだけなんです。そのさっきは話を聞いてもらって感極まってしまっただけで。いいの、無理しなくて。あなたも辛かったでしょ。マジ？今日のところはこれで勘弁してあげるわ。でもくれぐれも肝に銘じなさい。次に女の子を泣かせたらただじゃ置かないから。どう？気に入った？ああ、期待通りの顔ぶれだ。思いがけぬゲストも楽しみにしてくれているらしい。せいぜい盛り上げてやるとしよう。恐怖を導くための黄金の競争曲でな。そうだね、ボス。
皆さんもおはようございます。はい、今から打ち合わせでベガスフィルムに行くんです。明日に向けて急ピッチで仕上げる必要があるとかで。うん、私もマネージャーとしてしっかり話を聞いてくるつもりだよ。ジュディさんやニナさんとも会えちゃうかな。どれどれ。サポートいたします。お任せください。心地よいです。任せろ。チャンスです。
私の力を貫いて。フィーバータイムだ。くらいやがれ。ここだおっさん。任せた。リハーサル。チャンスだ。そこです。戦闘終了。お疲れ様です。やはり私が使えそうです。前回とルートが変わりそうですね。制圧完了。次に参りましょう。ルートがつながりましたね。できた。さすがはバンさんですね。よし、道がつながったな。強そうな敵、警戒します。お手並み拝見いたします。そこな、かかってきな。崩れた。フィーバータイムだ。大送客決めろよメイド。ご容赦。コバルトカーテン展開。アニエス様、それ今です。バンさん、ここです。この木は逃しません。そこです。フィーバータイムだ。ここだおっさん。ここです。させるかよ。負けません。それそれ今です。いい感じです。アニエス、よくやったな。よし、道がつながったな。
シールド展開。楽にしてやる。シールド展開。させません。上等だ。セルブースト展開よ。まとめて相手よ。しまいにしようぜ。せいダンダライス、ウィンドウ！ブーストゲージ、リミット解放！何かだと？こちらも人が増えていますね。映画祭前日ともなればでしょうか。
って。どれどれ、確認いたしましょう。目的をセットしたわ。
任務開始ですね。確かにな。さて、よし、よし、よし。Thank you.
大達成ですね。報酬が振り込まれたわ。はっ、上出来だ。向かうとすっか。したという護衛を連れた観光客を覚えているか。先ほど連中が騒ぎを起こしたらしい。街に引き返さないと訴えますよ。セクハラでも訴えます。あなたたちは そもそもこの車どこに向かってるんですか？
私にお任せを。さあ始めるか。行く。戦闘終了。データを処理するわ。やったか。